Facebook もやってますし、来月はニューヨークの方にも遊びに行くので、皆さんお時間あれば遊びに来てください。海外の皆さん、やっぱり日本のことをすごく大好きっていう人が多くて、私もすごい嬉しく思ってるんですけど、海外の皆さんとも一緒にロリータを着てロリータ文化を広めていければいいなと思ってます。こんにちは、いつも応援してくれてありがとうございます。日本では、まあ、毎月ケラっていう雑誌に出てるんですけど、あのツイッターとかあとフェイスブックページなんかでも写真だけの日記みたいなのをつけてるので、よかったら見てください。ブログをやっておりまして、アリちゃんブログっていうブログなんですけど、そこにいつものファッションとかメイクとか普段のことを更新してるので、 ぜひ見てください。プレイユーという名前で今までいろいろとブランドを出したり T シャツ作ったりとかやってきたんですけど、これからもいろんな場所で展開をしていって、最終的にはお店を持てるように頑張っていきたいなと思ってるので、今後もプレイユーというブランドをどうぞよろしくお願いします。なんでギャルが一番魅力を感じたかというと、なんかみんなすごい元気がある感じがしてキラキラ見えたんですよね。そのモデルさんたちがファッションとかメイクをすごく楽しんでいる感じが素敵だなと思ったので、私も真似をするようになりました。Have fun with fashion! All new trends in Japanese pop culture.